おはようございます私は静岡県の三島市にあります国立遺伝学研究所の集大伝研究これちょっと古いですね今年の1月から研究室という名前に変わりましてこれは間違いですがまあ同じことです。で10月1日からクロスアポイントメント制度を利用して10分の1だけは琉球大学医学部の先端医学研究センターの特命教授となっております。90%がこちららですそれから創建大の教授と 東大の教授を兼任しておりますす早速始めさせていただきますえまず今日の講義はえ去年の秋に出ました「イントロダクションとエボロシショナジェノミクス」セカンドエディションのをもとにして一部をもとにしてお話をいたします。でこれは2013年にあの外に置いてありますけれども6年前に出たファーストエディションの改訂版ということになります。 で3つのパートから分かれておりましてこれは前と同じですけれどもゲノム進化の基本的な過程それから進化するゲノムいろんなバクテリアとかいろんなのを議論しておりますそれから最後が方法ですね。でパート1に関しましては、まあ、こういうふうになっておりまして最初はコンピューターサイエンスの生物学をあまり知らない方も読むと思っていわゆる分子遺伝学の基本ですね DNA のレプリケーション それから DNA から RNA のトランスクリプションそして最後にタンパク質へのトランスレーションこの3つについて書きましたそれからタンパク質前はタンパク質は独立してなかったんですが重要なので独立したチャプターにしましたそれから非常に重要なミューテーションで重要なんですが今日はちょっと時間もないのでこのファイロジーのところを少しまあ少しあの皆川先生のお話もちょっとかぶりますのでこう刺さっております ゲノムム進進化化のの基本的ななメカニズでである中立自然トータルのないプロセスですねこれは重要なのでここをワンチャプターそして最後に自然淘汰ナチュラルセレクションということになっております。で早速チャプター4「ファイロジェニー」ですけれどもまあこういう7つのセクションからなっておりましてまず大事なのは DNA レプリケーション。 半保存的ににセミコンサーバティブにこう解けてそしててつの分子になっていくあれそのものがもう系統樹それそのものにだからレプリケーションのメカニズムそのものに系統樹を作るのはビルトインされているということが重要だとこれは皆さんもご存じだと先ほど見せていただきましたらいろんな分野からいらっしゃっておりますがもうご存じだと思いますのでこれは端折ります。そして個人の系統樹系図これはあの系統樹といってもですね 自分から遡る形で、えー、実は複雑です簡単ではありません。で逆に祖先から現在までたどる遺伝子系図。で最近ではコアレッセンセオリーで逆に現在から祖先にたどるとコアレッセンということが一般的にされていますけれども基本的にはもちろん進化は過去から現在未来ですから、えー、そういう時間,に順行する時間に順行するのが基本であります。それれから種の系統樹これが 非常に重要でありますけれども、まあ、種というのは結構定義が難しいので、えー、今でもこのスピーシーズの系統関係と遺伝子の系統系図あるいは遺伝子の系統樹の間の関係はずっと議論,議論されてきております。それから、えー、系統樹とそれからネットワークこれは今日お話があったのでここもまあ簡単にいきますけれどもまた、えー、こちらの方はどちらかというと数学的な話ですけれども、えー、生物学的な 話と特に、えー、ネットワーク非常に重要ですノントゥリーネットワークと言いますけれどもレティクレーションで言ってリコービネーション組み替え体はあるいはあれはそうするともう系統上は語れない従いまして一生懸命特に3日目ですか田辺さんなんかあの採,用採用系統上とかお話しされますけれどもほとんど役に立ちません申し訳ないけどはい。 それはゲノムの長い時短い昔のね古き良き時代ミトコンドリアをちょこちょこっとやるとかそれからクロロプラストをちょこちょこっとやるとかハプロイドの方はいいですよあバクテリアもいいですよだバクテリアやってる方は,はまあ少しご安心くださいでもバクテリアでも組み換えます組み換えがあるともうネットワークしかできないということでこれからはもうここが中心になってきますトリーはだんだんん消えていきます私はそうすトゥリーっていうかトゥリーはネットワークの中にまあ拡張されて いくというふうにまあ考えています。まあただスピーシーズにこだわる人はまだその必要ですけれどもあまあ難しいですね。それからあとは歴史的な展開これはまあ今日はお話しません。で、えー、D N A のレプリケーションはまあ私はまあヒューマンエボリューションが中心に研究しておりますのでディプロイドですね二倍体。そうしますとお母さんとお父さんがいて子供が生まれる。まあこういうことで人類進化学でも 1970年代からかなミトコンドリア DNA が使われてきておりまして哺乳類まん丸に関しましてはミトコンドリアは母系遺伝母親のミトコンドリア DNA がおオスにも息子にも娘にも伝わるなぜか残念ながら我々男性父親のミトコンドリア DNA は精子の中にちゃんと伝わってスパームにもミトコンドリア DNA ありますそれが受精卵に入った時に殺される。 ひどいですね。破壊されてしまうまあそういうことで、まあもちろん生物は完全ではないないですから、パターナルリークジ、えー、父親のミトコンドリア DNA が伝わることもまれにはありますが、普通はありません。ですからこのような、えー、最終的に大昔の一人の人間だった女性、まあ哺乳類ですか、ある一人のオス,オスメ,メスに、えー、壊れ捨ゴーストするということがわかります。一方 Y 染色体の場合はこれはもうあ失礼これは哺乳類だけじゃなくて積水動物基本的にそうですね失礼。で、積水動物だけで無積水動物の大体はそうですたまにえー、っと紫以外とか貝の仲間で両性両方パターンあるマターンある両方伝わるような生物もいます積水動物は基本的に全部これですねそれから Y 染色体が哺乳類に限定されますえこれはオスだけが Y を持っているので不景を辿ると ところがお隣の鳥類鳥に行きますと今度は ZW システムなのでメスの方がだけが W を持っているこのようなミトコンドリア的なな形になりますまあですから伝わり方にもいいろろあるということとですねところが我々はまあ多くの皆さんが使っておられる生物は2倍体ディプロイドなのでえ自分は母親のゲノムと父親のゲノムをそれぞれ受け継いでおります。 で両親とも両親がいますからおじいちゃんおばあちゃん祖父母が4個体、まあ、これは人間に限ったことはございませんけれどもいます。でどんどんいくと2481632641282ごろということで10世代遡ると2の十条乗1024人の,あの24個体の祖先がいます。で先ほどのミトコンテナ DNA は母系ですから どんどん祖先を遡っていくともうたくさんいる祖先のわずか1人おばあちゃんのおばあちゃんのおばあちゃんのおばあちゃん,ちゃんしかたどれないあのゃもそうですねずっとたどる、まあ、昨日なんか儀式があったみたいですが、えー、人によって y 主主が大事だとんでもななないいあん関係ですよですから我々誰,誰もが、ね、たくさんの祖先のゲノムを少しずつもらってで我々が2ゲノムあると、まあ、こういう形であります。そうすると これはまあ昔からミトゴンドリアしか研究してない人類進化の人たち、まあ、あのたくさんの生物でミトゴンドリアしか調べてなくて系統樹を作ってる人もまだいっぱいいますけれどもそれから哺乳類とワイこういう人たちはここを見逃しているこの広大な真っ白の状態でこれはどうやって取れるかというとこれはもちろんオートス、ー常船食体ですね父親と母親から育ったもので現在はもう核ゲノムも含めて全部全てのゲノムを 簡単に次世代シークエンサーで決定することができます。私の研究室でもすでに100個体以上の人間のホールゲノムをもう持っております。まだ論文発表しておりませんが、今解析中です。それから、えーえー、哺乳類もですね、大体人間と同じ30億ぐらいのゲノムがあるんですが、我々の研究室では関係しているのはカピバラ、ムササビ、それからアポデムス、これはもう論文出しましたがアカネズミというふうに、えー、哺乳類のゲノム もう今もう普通に簡単に皆さんのそれこそ白紙論文にすらならな一まあ博士論文大丈夫かな一人,人の学生さんがあの例えば何か哺乳類なんかを決めましたと言ってやっててやもダメです実は今北海道大学の方で100個体マウスですねムスムスクルスの100個体のゲノムを全部決めてそれ,それこそ100だと一人の博士課程の学生のテーマ、まあ、藤原君うんですけどね。 100だとまあ許せるとまあそういう時代ですのでもう10年経てば100少ないよという時代になりますよもう人はですねあと5年足らずで世界中の100万人のゲノムがホールゲノムが全部決まるそういう時代です今もう10万は超えてますからねもう100万は時間の問題ですそのように膨大なゲノム情報を相手にしなければいけないという時代になっておりますで、まあそうは言ってもですね個々の遺伝子で考えますと2倍体なので 2, 人の個2個体二個体の DNA はそれぞれ母方と父方からありますからある特定の非常に狭いまあ1キロベースと言わないけど1 0ース足らずのあんまり組み替えが起こっていない長い間起こっていない場合の遺伝子系図に限定されますけれどもこんなふうに系図が遺伝子の系図をたどるこ,とができますこの長方形はそれぞれのこのお父さんお母さんお父さんお母さんで。 えー、2倍体ですからある特定のローカスは2個ありますね。でこの場合はある遺伝子ザ・ローカス、まあ、古い言い方ですが、えー、12345世代前でコアレッセントが起こるところが、えー、別の同じ2人全く同じ2人ですが別の染色体あるいは同じ染色体でもちょっと離れた組み換えが頻繁に起こるような別のところですとこのように別のジニアロジージンジニアロジーが起こる。 ちなみにジーン・ジニアロジー遺伝子系図というと最近ではゴスト理論コアレッセントセオリーが非常に一般的になっているのであたかもあのコアレッセントでないといけないという考え方ありますけれどもジーン・ジニアロジーそのものは私はもっと一般的なですからここではあの組み換えはない,ないんですけれどももちろんリコミネーションが入ったこともある、まあ、それは最近ではアンセストラルリコミネーショングラフという言い方があります。その場合レレティキュレーションですねここここことここがこう 組み,合わ組み合わさってでリゴミナントの系統が出てくる、まあ、そういうのが出ておりますが今後はそれが一般的になるだからこのような単純な系統関係の遺伝子系図っていうのはもう非常に短いところしかダメだ、まあ、ただ昔私が組み換えの重要性をガンガン言ってたら高畑直之先生が「いやそんなこと言ったって11抜これた枝1抜こタイ枝をローカスと考えれば必ず系統系図はあるよ」とおっしゃったんだ。 確かにその通りです。一円規だと組み換えないですからね。ワンヌクルで、その場合は確かに経営図があります。ただ、やっぱり今はもう長いストレッチで考えますので、どうしても。リコンビネーションは考えざるを得ない、ということになります。まあ、そうは言っても、非常に遠い関係ですと。まあ、これはあの、明日ですか、ええ、こうしていらっしゃる北の。高橋先生たちが、作られた系統樹ですけれども、これは五億年ぐらい。 立った系統です。ここから五億年、え、人のアールエチシキ D 型、それからそれのパラログのジアイエージー、B G、C G というものが人とトラフグですね。ですからここでもう四億年以上経っています。オーソロガスですね。それからここはあとホヤですね。まあこのような系統樹を作るときには、まあ組換えなんていうのはもう同じ集団の中でしか生じないマイナーなことということで系統樹が再び復活します。 ということで、えー、この場合はただ遺伝子の系統樹です今言いましたように RH 式血液型の遺伝子はヒトゲノムでは一番染色体の長腕の端っこにありますけれどもまあそこだけを取ったものでありますそうすると我々は突然変異を必ず考えないといけないこれは1から7までのある DNA 断片同じホモロガスなものでまあ共通祖先がここにいますがそれの 遺伝子の系統樹を仮に書いたものですけれども我々はその上に載っている生じた突然変異クロマルで書いてありますが、まあ、ここでは延期置換残りたサブスティテューションだけを仮定しておりますが、まあ、実際にはですねインサーションディリーションとかいろんなイベントがあってもいいです。あのマイクロサテライトショートタンデムリピートナンバーチェンジですと、えー、そういうユニットの数の変化ということも突然変異のものです。それから組み替え 古い教科書には、リコービネーションと点突然変異で分けて書いてありますが、それは古い見方です。リコービネーションも一種の突然変異です。ミューテーションです。つまり、突然変異というのは、現在では DNA の変化すべて突然変異と言います。したがって、最大の、一番たくさんの DNA が影響を受ける突然変異は何でしょう。最大。それは、ゲノム重複です。 ジェノムディプリケーション、あれも一種の突然変異です。というのはある代から次の世代に行くときに突然起こるからです。じわじわとは起こりません。ゲノム調布は突然突然起こります。ですからあれも突然。まあそういうイベントがここにまあゲノムショッだともう遺伝子がだ倍化するからこういうふうにならないんでちょっと違いますけれども、まあとにかく我々は突然変異のイベントはなければ系統樹は描けない。ですから、えー、この北の枝のこの系統樹はタンパク質のアミノ酸の変化 を見ておりますすこれはアミノ酸の配列のを元にした系統値ですそれから簡単に言えますとここからの距離非常にここはアミノ酸の変化が激しいこちらは小さいということが分かります。まあ、いずれにしてもそのようなアミノ酸の変化これも一種の突然変異の結果ですよね。えー、同非同義値観そ,それだけを集めてものを考えていただくと、まあ、こんなふうに我々はえ 結局ここここにに行ききたいいんだけど実際にはここしかできないつまり突然変異に比例したのがこの右側の系統樹です。そういうことでここ 4, か4と5は例えばここが100万年前としますと同じ100万年経ってるんだけどたまたま片方は3個たまたま片方は1個だけ突然変異が蓄積した。でこれは見かけは 3, 3対1ですけれども、まあ、ポアソン分布などを仮定しますと、えーまあ、偶然にこちらで3個。 こちらで1個突然異があるってことは別にありえます。ということでまあなんとなくこの共通祖先から突然異の個数はそんなにばらつきが大きくないですよね。こういうふうなことが、えー、を考える必要があります。ところが組み替え出ました、えーとですね、これはね面倒くさいんですがまず全体の今生きている遺伝子 IFHG この4つだけ。 を考えますでみんな祖先がいますから I はこれアウトグループですずっとたどっていくとここで FHG はそれぞれ BBCD が祖先の配列ですここは延期時間の数を考えていま,すまあだいたい短い配列ですと100万年ぐらい考えてくださいます同じスピーシーズは限りませんねそして B と C はこれはずっとたどると A という 共通一、まあ、つの集団の中で考えるとここで実は組み換えが起こっているんですが B と C がまあお父さんとお母さんの要するに生死と乱と考えてください。でそうすると,生死,と生死または乱で幻数分裂の時作られる時に幻数分裂で組み換えが起こったそうするとこのように D と E という組み換え体が出てきます。で組み替え体と もともとのペアレンタルの両親の染色体というのはですね4つを同時に書こうとするとこのような平行四辺形,あひし形にならざるを得ません同じ世代で起こりますからでそうするとですねこういうふうに考えると組み替え体が突然変異だってことが分かっていただけると思いますが父親母親の遺伝子というのはこの集団の中にある遺伝子が もちろん共存してるわけですよね同じ場合もありますがここではまあ一応違ってるとえまかそうすると2つの対立遺伝子対立遺伝子の頻度が高いと片方は父親片方は母親の配列になりますでそれを持ってくるでそれのまあそれは実はあの私の減数分裂私が精子を作るときに減数分裂が起こってその減数分裂の時に私の父親と母親の染色体を考えるわけですけれどもそうすると D と E が組み替えたい。 どちらも私のその精子の1個だけでしか生じないもう世の中でこれしかないということは普通はすぐ消えていきますまあ私はたまたま娘がいますがあの子供ができない人はもう消えていきますからねところがまあ運よくこの D 系統が生き残って、えー、ランダムジェネティックドリフト遺伝的不動で増やしていくそうすると現在100万年後にですね H という組み換え系統が出てくる F と G は 父親母親の系統がそのまま伝わっているしたがってこういう普通に考えるとこう来てでアウトプルところがえこの H という組み替え体が残っているとこういう関係を見つけることができるとそういうことですちょっと複雑ですけれどもえこれは後でまた出ますで、遺伝子重複というこれも一緒の突然変異ですけれどもいろんなメカニズムがありますまず古典的には アンンイイーコーーコルクロスイングオーバー不等交差によってずれてそして直列重複タンンデムデュプリケーションが生じるこれが一般的ですそれからもう一つよく知られているのがまあこれはあの逆転者構想を持ったウイルスに感染するその場合でしかありませんけれども RNA がメッセンジャー RNA が逆転車によってコンプリメンタリー DNA になってそれが DNA のダブルスタンドブレークを見つけて見つけるというかヒューヒューと言ってひょこっと入ると。 つまりこれはプロセスとシュードジンとも昔から言われておりますけれども基本的にはジャンク DNA になっていきます。こちらはエクソンイントロン構造を全部保持してしかもプロモーターとかあるいは長ければエンハンサー領域も含めますからこれはまさに古典的な例えば RH ですと D の遺伝子と CE の遺伝子が2つ確かに人ですと一番専属性2個並んでおります。そういうい場合ですね。でこれは まあ役に立たないいっぱいありますそしてゲノム重複これはまあ植物ではよく知られているあのポリプロイダイゼーション倍数体化ですねところが我々は2011年にエザーエトワールでドリフトデュプリケーションというメカニズムを提唱しましまたあんまりみんな引用してくれないんですが、えー、これはですねこれとちょっと似てますつまりエクソイントロン構造がちゃんと保持されているしかしダブルスタンドブレイクが そのたまたまそのエクソニトロン構造をまとまった遺伝子の上流流とと下流で同時に切れることもありますそうすると長い1 0 0ースぐらいの巨大な DNA 断片がフラフラっと出てくるそしてどっかにひょいと落ちるそういうふうなイメージでドリリフトリプリケーションと呼んでおります、まあ、ちょっとあのランダムジェネティックドリフトの感覚があったんですがどうも英語はドリフトっていうのはこう。 方向性があるような意味でちょっと名前が良くなかったかもしれませんねまあそれはともかく、えー、ジンディプリケーションはこのような可能性があって絵,絵で描くとゲノム重複以外はこういうことですタンデムディプリケーションはアンイコールクロスイングオーバー、まあ、これは上流と下流に似たようなハイレス、まあ、ヒトゲノムですとアリューハイレスみたいにたくさんのリピートハイレスがあるのでこれはありえますそうするとここで間違ってこことここでリコミネーションがクロスイングオーバーが起こって とこれ,よく、まあ、実際にこれはあります,知られてますところが大事なのはこれ方向が一緒でないといけない。ヘッド・トゥ・テイルと言うんですけねこういうこういう方向直列でないといけないところがこの我々が提唱したドリフト・リプリケーションだと方向はどうでもいい実際に、えー、このようなここで期待されるヘッド・トゥ・テイルだけじゃなくてヘッド・トゥ・ヘッドこうですねあるいはテイル・トゥ・テイル この3つの可能性がありますが全部かなり高い頻度で出ていますですから我々はこのドリフト・デュプリケーションがかなり頻繁に起こっているまあ現象としては昔からセグ,マンセグメンタル・デュプリケーションと呼ばれているものと同じであります、まあ、ただ我々はメカニズムも提唱しましたそれから先ほど言った一旦メッセンジャー定メッセンジャーアレになって逆転者構想によってコンプリメンタリー DNACDNA になって入ると、まあ、こういうものも知られておりますで先ほどのドリフト・デュプリケーション タンデムとその他ですけれどもまあ我々はこのように人ではあんまりドリフトあ人では非常にドリフトドリプリケーションの欠陥が多いマウスではそうでもないゼブラフィッシュまあこういうふうな比率も出しました。なおタンデム・ドリプリケーションとドリフト・ドリプリケーションの違いは近くに行くしかも方向がヘッド・トゥ・テイルという直列でないといけません。 この条件を満たしたものはタンデムとしてもっと離れているそして方向が違うとかそういうものはドリフトというふうふに考えております今後は広く広まっていくと思いますけれどもそれから先ほどからも出ているパラログとか言っておりますけれどもななな遺伝子 DNA にはいろんな呼び名がありま,すまずこれは2つもう大昔にウォルター・フィッチが提唱したオーソログとパラログ。 つづりもですね UE をつける場合とつけない場合、まあ、私はもう面倒くさいのでつけないでオーソログパラログと言ってますがこれは、えー、主文化に沿って増えていったホモロガスが出てきたこれはオーソログそれからパラログはこれはジーン・デュプリケーションによって出てきた、まあ、これはこの2つを区別するのは非常に重要です、まあ、素晴らしい方ですねウォールタイピービで最近では、えー、進む王のオ 遺伝,子ゲノム遺伝子重複による進化を1970年同じ年ですねに発表された進スむスオの差まあもともと日本人ですからアメリカ人になった方ですがそれを記念して王ノログこれは、えー、ジェノムデュプリケーションによって出てきたホモロガスジこれはウォルフェが提唱しました、まあ、ウォルフェさんはーイーストのジェノムデュプリケーションを見つけたことで著名な方ですそれからあとはです、ねえー、クーニー あの友人クーニンですね NCBI にいますけどロシア系の方ですが彼がインパラログとかいうのを提出ちょっと僕はあんまりいいとは思えないあんまり使われてないですねまあたまに使わせていますそれから我々はエザイトワールドはデュプログというのも提案しましたこれも全然使えてないんですが一つのゲノムがいた時にね一つだけですよ二つ似たような配列があるそれはパラログかもしれない オノロンかもしれないあれは何かもしれないけどとにかく何かそのスペーステーションつまりオーソログではないものがあることは分かるそれを面倒くさいからとりあえずデュプログと名付ける AnyDuplicateGene ペアインワンジノでデュプログと短いしいいと思ったんですがこれもあんまり流行っておりませんさてじゃあもう昔1970年にウォルター・フィッチさんはなぜオーソログパラログという名前を付けたの残念ながら あの亡くなられてしまったので聞くチャンスはなかったんですがこれはまず間違いなく彼は化け学者生化学者でしたので、えー、有機化学を勉強された方はこういうベンゼン管があってここに最初のラディカルがついている時に第2のラディカルがつく木がつく時には3つの可能性がありますねつまりここに一番近いそれからちょっと離れているそして最後反対側オルソメタパラこれは有機化学で昔からよく知られてるす。 おそらく彼はそれをヒントにして、えー、スペースエーションはオーソでジェノディジェンディプリケーションはパラロとしたんだと思います。と申しますのは、えー、当時1970年代は牧歌的な時代で例えばヘモグロビン考えてくださいアルファグロビンアルファグロビンとベータグロビン、えー、みんな持ってますね積水動物。ところがアルファグロビンとベータグロビンは大昔積水動物の共通祖先で ジーンデュプリケーションをししてて増えてきましたところが人と鶏せいぜい3億年前ですね人とカエルこれも4億年ぐらい前こっちの方が近いんですねそして人デュプリケーションその当時の人デュプリケーション古いということで近いからオルソと私は思ってますだってここのここに近いでしょオルソこれ一番遠いだからメタログっていうのは残念ながらないんですけども、まあ、オーソログとパラログは まあそういうところから来たんですけども現在ではあくまでもスペースエーションでホモロジンが出てきたのがオーソロでジーン・デュプリケーションでホモロジンが出てきたのがパラログと言っておりますので現在ではコピーナンバー・バリエーション CNV ですねもう頻繁にジーン・デュプリケーションが起こることが知られておりますので逆に逆転しましてですねパラログの方がお互いに遺伝的に近い系統的に近いオーソログの方がより古い。 とといいいうこともいっぱい知られておりますただ現在ではあくまでもそのスペーシエーションかあージーン・デュプリケーションでこれは現在でも結構厄介な問題であります。というのは、えー、これはインコンプリリニー・ソーティングとかあるいは、えー、僕らはアンセストラ・ポリモフィズムというのが好きなんですが、まあ、このようにスピー,スピーシーズ・ツリーと一致するジーン・ツリーの場合とそうでないのがあるということが知られてますのでこれはもう他の 議ででもいいいろろ論されると思いますのでここではこれも北野さんの昔の私のところで発足された時の論文ですけれども人チンパンジーゴリラですと3つの可能性があります。あルーーティッツリーですねでところが、えー、現在では我々はスピーシーとしてはこれが正しい人とチンパンジーが近いゴリラは遠いということは分かってますが遺伝子の系統中で見ると チンパンジーとゴリラが近かったり人とゴリラが近かったりするのがあるということは実際に分かっておりますこれ我々100以上のあの遺伝子の DNA 配列と調べてやりましたまあこんなふうに、えー、全部で、えー、100以上やったんですが分からないデルタって分からないこれは結構あります突然変異がですねないとしょうがないんですよねまあそれはいいとしてでこれはもうあのルーティッドトリーとアンルーティッドトリーですがこれは皆川先生お話しされたと思いますので 省略してでここもアンルーティトイートツリーとルーティトイートツリーの対応そしてこれを基づくこれももう紹介されたと思いますので系統樹というのはこのようなあのネスト構造入り子構造と全く数学的な統治であだ従って我々は系統樹を見るとホッとするでだってパソコンのフォルダだって同じでしょクリックすると フォルダをクリックするとサブフォルダが出てきてクリックする。これはまさに系統字で。ですからみんな系統字が大好きなんですよ。で、軽度ネットワークを嫌いな人いっぱいいます。例えば私のアメリカ時代の先生のネイマーサ先生。あの人も嫌いです。だ、僕は系,系統ネットが大事だっていうから、でネイアンドクマに入れてくれって言ったけど入れてくれませんでした。はい。で今でもメガメガにもまだ入ってませんね。ネイバーネットは今のところはえっとスプリッツトリーというフーソンダニエルフーソンたちのサイトでしか残念ながら使えません。 我々はネーバーネバ大好き、まあ、それはともかく、まあ、系統値はいろんな書き方がある、まあ、これもそんななに大事じゃないので飛ばしますそれから系統上の数、えー、1 1 3 1 5 1 5 × 7 9 5かけ× 1 1 3 15 15ということでこのように奇数でかけていくのがもう ×15945×7 で計算すると 1, 1 3 15 9 5 ×ける えー、13でこう来てわずか10個のの DNA 配列を比較すするだけでもう200万の可能性あります今から30年ぐらい前牧歌的な時代はパソコンでもなんとか200万ぐらいだったらあその当時の最優推定法ファイリップパッケージのものでできましたでところが1112だともうダメ13はもう全然ダメですねえっ、ー、とこれだと,、まあ、と十何億ですから ですから例えば長谷川雅美先生なんかはまあ最有法大好き人間なので13多すぎるもっと少なく調べなさいということをおっしゃってましたでも僕家的な時代が終わってもう今従いまして例えば 100, 100の DNA の配列の系統の全ての可能なものは1か 1. 10のですからこれを全部調べる人はもういないだって宇宙が終わってしまいますよ計算してた。 いくら落選落選選ですあんなですから結局皆さんは最優方と言いますが最優推定値なんか見つか,見つかったことはないローカルマクシマシにすぎませんだから私はもう自分のテキストブックではマキシマム・ライクリフト・メソッドうやめましたライクリフト・メソッドマキシマムは取りましたマキシマム・パーセィ同じパーセィモメソッド最,最大なんてもう取れないということで、えー、感激ですけれどもこれはまあこういうことがあって結局 系統樹は一番内部枝がが大事なんですが全部取るとこのようなことになりましてで最終的には全ての内部枝を取ったのが中心にあってそこから内部,内部枝を1個ずつ増やしていって最終的に一番外が6第6階層のこれはコンプリートリー・バイファーケーティング・トリーといいますが二分期系統樹、まあ、皆さんが大好きなやつですねマルティファーケーションがないここを皆さん探しているんですが実際には巨大な ここは6層ですけれども先ほどの100だと98階層まであるのでここに膨大な数があってそのうちのごくわずかをパラパラと調べているにすぎないですから最大最優推定値ができ最優推定系統地ができたなんてのは妄想ですあんなものは幻想にすぎません田辺さんよく考えてくださいといつも言っているんですがでこれはですね普通生物学者は 当たり前ですけれども人チンパンジーゴリラとか名前が大事ですよねどういうスペース分類してですからこういう名,前名なしの系統樹というのは気持ち悪いですよねところがそれでも数学者は考えてこのトポロジーとこのトポロジーは違いますよねこっちトーナメントでこちらはこうシードコーがあってで最後に結晶とまあこれは確かに違いがあるでこういうのは普通はシンメトリックトリーアシンメトリックトリーとか言ったりします まあこれも一応大事なんですがあの実際に系統樹の作成ではそれほど問題はございません。ということで掛け足で、えー、チャプター4を行きましてで、えー、もう30分経っちゃったんですがパート2の「エボルビング・ジェノム」はこんなふうに「ブリーフ・ヒストリー・ブライブ」宇宙の始まりから現在までをざーっと簡単に追っかけました。それからいよいよプロカリオとの遺伝ゲノムユーカリオとのゲノム全体ですねそれからユーカリオとのウイルスのゲノム。 それから多細胞有化量とのゲノム、まあ、実際にはプランツとかファンジャイですけれどもそれからアニマルそして我々脊椎動物バーティブレルとのゲノムとかヒトゲノムということでやっております。やっております。それからあーパート3がより重要で今日は話しませんけれどもゲノムとトランスクリプトのシークエンスネクストジェネレーションのークエンスについて少し簡単に書きました。 これはジェノムトランスクリプトムプロテオムあるいはメタボロブなどの現在急速に研究が全世界ということで進んでいるものとそのデータベースについて。残念ながら先ほど皆川先生にお渡しましたけれどもこの遺伝雑誌遺伝の最新号第6号に遺伝研70周年我々の国立遺伝学研究所は1949年。 に設立されて、まあ、ちょうど中華人民共和国と同じで、ねえー、分かりやすいんですけれども、えー、それで特集を組んでいただきましたで私は、えー、そこにある DNA データバンク私も昔は DDBJ のメンバーでしたけれども残念ながらその重要性低下しているなぜならばゲノムデータベースのはるかに大事だということを書いております。そ、まあ、それれははとともかかくとして、えー、17章でで特にブラストですねそれから マルチパライメートのことを書いております。これは次の伊藤先生なんかがお話しされると思います。で、今日は十八十九二十二十ざーっと簡単にやります。進化距離から系統樹の作成、まあこれは私なりの主にあの距離行列法だけを簡単にやります。それから自然淘汰の検出、それから人集団ゲノム学ということで、あと一時間さっさとやらせていただきます。まずチャプター e i g h t e は エボリューションディスタンスですがい,いろいろありますけれどもここでは塩基値間のところをささっとだけお話しします他に同義・非同義とかアミノ酸置換といろんなふうに書いてあります同、えー、義・非同義は現在でもたくさん計算されておりますけれども残念ながら私はあまり重要性を認めません、えー、もうやっぱりあのいろいろ問題があるのでファースト・セカンド・サード子供ポジションでやった方があのいいんじゃないかというふうに私は提案しておりますさて 延期期間ですけれども非常に長い間経ちますとパラレルチェンジがあったりあるいは逆 C から TT から C というバックワードミューテーションがあったりあるいはサクセッシブチェンジ A から T に行って T から C に同じポジションで行くとそうすると最終的に現在のシークエンス例えばこれ1,000万年の間にこういうサブスティテーションが起こったとして2つの配列を比べたときにはここが消えてますよね逆バックワードですから。 第2ポジションはこっちも C こっちも C で差がわからないそれからサクセッシブだとこちらが A でこちらが C ということで1個の違いがあるってことはあるけど2個違いが起こった変化が起こったかわからないそれからもちろんパラレル A から GA から G と第二二重ポジションもともとアデニンだったのにグアニングアニンこれも差がないからわからないということで基本的には2つの配列ホモロガス配列を一生懸命マルティプルアライメントで決めてで 違いをカウントしてもですね、それはあくまでもアンダーエススメーションである。もうこれ明確,明確ですね。まあ、よく知られたことです。そのアンダーエス,スメーションなんだけど、なんとかなだめて、なだめすかして、この数数だけでも推定できないかというのが長い間の研究成果であります。で、まず大事なのはトランジッションとトランスバーションを分けようと。最初は全部同じと考えたけど、やっぱりこれは木村元さんの 経験ですけれどもこれを分けたというのが彼の1980年の論文ですつまり最初は1969年にジュークスカントールがこの一変数法全部同じ12の方向がすべてアルファというスピードで起こると一変数法を提案したんですがそれから11年経ってやっぱ結構難しいんですよ11年もかかったんですねでやっぱりあのトランジッションの方が多いからということで トランジションがアルファ、トランスバージョンがベータという二変数法が開発されましたえ。詳しい式だけお示ししますけれども、えジュークスカウントのワンパラメータモデルは抜こうとするとディファレンス P、これをも使えば D、延期、延期値関数、先ほど言ったパラレルとかそれからバックワードとか作成全部ちゃんと処理してくれるというまあこれ微分方程式を使うんですが、でこの式はポッと出てくる。 でところがトランジションとトランスバージョンですとちょっと複雑ですがトランジションのディファレンスラージ P とトランスバージョンのディファレンスラージ Q を計算すればこれも魔法のように円、えー、基地関数が計算されるというものであります現在でも広く使われておりますで熟す、えー、カントールのワンパラメータメソッドの場合はヌコイトディファレンス P それから縦軸が D 円基地関数 の間の関係はこのような曲線になって、ここが全近線です。つまり、延期、延期の割合、違う割合っていうのは全く同じゼロから全く違う一まで、数学的にはありえますけれども、全く違うっていうのはホモノジーありませんよね。だって上のハイレスがアデニンばっかりで下がグアニンばっかりだった。これ誰もホモロガスとは言いません。したがって、ホモロガスなシーケンスで最大はこれは七十五パーセント。つまり A, C, G, T 4つありますから偶然に上と下が一致しても75%の違いということになる。これがだからランダム入らずいくら頑張ってもここまでしか大きくならない。ということでこれが前近線になります。式を見ていただくとこれは明快でここに3分の 4P ってありますね。これはちょっと上かりにくいので P を4分の3で割ったと考えてください。P、抜そうすると4分の3 が p が4分の3になったら上も4分の3下も4分の3で1になりますね1引く1は0ロガリズムの0はマイナス無限大ひっくり返してプラス無限大となります従いまして、えー、ここがゼ近線になってまあ、プラス無限大に行くですから昔はですねぬこえたどですディファレンスが1え失礼 d が1を超えるような推定を与える p このぐらい0.5ぐらいこんなの大きすぎてもう使えないと我々は習いました。 だからこういういい小さところが最近ではですねゲノム配列が出てきていくらでもそのノンコーディングシークエンスインタージェニックリージョンとかをジャンク DNA をこうアライメントするなんとか頑張ってアライメントすればできますので、えー、もう1を超える推定値がどいろんな論文で出てます。で確かに1円、えー、数法を信じれば意外と分散は少ないバリアンスは少ないので意外と悪くない。ただし 普通はでですすね、ね。安全なのはここです、ね、つまり、P、が小さいとほとほんど、D、です。それはこの式を見ていただきますと、えー、これはマクロリン級数とかテイラー展開の第一項を考えればロガリズムの1プラス X は X が十分1より小さい時はほぼ X で近似できる第一項です。あとは X と二乗 X と三乗になりますからそうするとここはですねロガリズム1マイナス3分の 4P は、えー マイナス3分のこここここででですねここで禁止できるでこれとこれをかけますとマイナスが消えて3分の4と4分の3が消えて結局 PP だけのつまりディスタンスは大体 P であるということはそれはここですここここ大体直線で聞いてみますここの方ね小さいそうするとまあジュースカウントロール必要あるのということだ,だって p で十分でしょと。まあそういうお話であります。さて次に木村の2パラメータ法。今度はトランジショナルディファレンスとトランスバージョンのディファレンスで p と q ありますが面白いことに今度は横軸は進化距離 αt で取ります。縦軸がそういう違いです。トランジショナルディファレンス。これは面白いことにピークなんです。一度増えて3ある。ですからこれはよく あの注意深い人たちがデータが多いときにはもうトランジッション全部使わないでトランスバージョナルディファレンスだけでやるっていうのはこういうことが理論的な背景があります。トランジッショナルの方はトランスバージョナルの方はまあモノトーニックに増えていきます。とまあこの先も増えていくはずですねちょっとこう直線ではないですけれども従いまして非常に小さい時はもちろんトランジッションがいいですよだってトランスバージョンほとんどないんだから非常に近いときにはトランジッションだけを使ってもいいぐらいなんだけど 非常に離れてくるとやっぱりトランジッションはよくない飽和するサチュレーションが起こるということが知られております、まあ、ちなみにもちろんいろんな場合でこれはですねもしこれが100倍だったらもっとすぐにキュッと落ちますですからそれは気をつけられた方がいいと思います。で実際の計算ですけれども、えー、これ一円数法ですが1キロベース昔は1キロベースなんて大変でした。 だか法3の1回のキャピラリーシーケンサーでまあ700円期頑張っても800か900しかできませんのでまあ1,000円期ってのは大変だったけど今なんかもう普通に1万円期ぐらい比較できますから2つをやってやるとスタンダーデーラーがこういうふうに低くなる。ですから D が例えばさっき言ったように1を超える場合ですねでも P が0.6でスタンダーデーラー意外と小さいんですよ。意外ととと信用できるということがあの ジュクスカントル法であればそういういことが言えますさてもう1980年代から次々と例えばフェルゼンシュタインのえ論文を見るとはっきりとイン,インエクスプリシティとには書いてないんですが1980年のマクシム・ラーキュードの方法の論文ですが実際にはこのように4つの塩基のエンピリカルな頻度を考えるということでえ4変数法であります。まあ、これれが3ですからそれに 1> 1変数法と同じアルファをかければ変数が4つで。それをさらにトランジションとトランスバージョンを分けたのが長谷川騎士の矢野の5変数法さらに田村イはトランジションをさらに2つ分けて6変数法またここからさらに発達してリスキーネイは8変数法またもう1つ増やすとジェネラルタイムリバースといって9変数法になります。でさらに全部の12の方向性を全部考えてやるとジェネラルな12変数法になります。 ただここではもうアンルーティッド・トリーではなくてルーティッド・トリーとなる方向性が入ってきますこちらは方向性が入りませんですから普通の左右方どっぷりの人はこれがベストだとおっしゃいますがこれは間違いですい,いです当たり前ですよでえー、で木村さんはさらに3変数をそれから当時木村憲一さんおられた方高畑さんが頼まれて4変数を5変数をそれから ヒューストンでゴジョブリー・シーネが6変数たまに外国人がいてブレイゼルが4変数田村さんが3変数もう日本人の研究者が次から次ともう出してきましたそれで私はこれはあの前にえもう残念ながらアカデミックな職に就けなくてえアカデミックなとこから消えていったえっと彼は何だっけザ,あれれたザーキックザーキックだザーキックってロシア人彼が あのこれに似たような像としておなかなかいいなと思ってそれにヒントを得てもっと詳しくやりましたえまずジュークスカントロール1変,1変数法木村の2パラメータ法これはトランジッショントランスパーションが同じであったらもちろん1変数法になりますこの矢印はですからリデュースするということですねで木村の3変数を高田木村四五というふうにあとはストリクトストランドコンポジション、まあ、これはこの流れですで最終的には当然12変数法それから フェルゼンシタの4変数これは ATCG の頻度をエンピリカルな頻度を考えたもので先ほど言ったようにこんなふうにこの流れがあります。でその他にもいろいろあるんですが皮肉なごとに塩基の違いがあんまりないときにはもうこれで大十分こんな必要ないとい先ほど言った通りのことになります。まあ、あとログデッドっていうのもありますが、まあ、ただですね、えー 私は非常に進化距離が大きいときにはタンパク質を使いなさいと言ってきました。アアミミノ酸アイレススは全然違うダイナミックスがありますしかし,、えー、ま,しまさに我々が研究しているココンンンサーブノンコーノディングシークエンスこれはですね、えー、インタージーニックリージョンでもジャンク DNA ではなくて一部ファンクショナルなところがポツポツあります。まあ、現在ではエンハンサーとかサイレンサーであることが分かっておりますがそこを全部くっつけていってやれば ままあいいといそういとうううそにはまたこれが少し復活するかもしれませんししかしとにかく大事なゴールデンルールはあまりにも2つの配列ホモロジーではあるといっても非常に違いが多い時にはあのトポロジーはひょっとしたらうまくいくかもしれないんですがあその枝の長さとかそういうのはですねなかなか信頼が置けないということでなるべくコンサーブされているところを使うということでその場合にはもうこれすら要らないこれで十分だ ということでありますこれがあの進化系統樹の基本ですこれは言語学でも同じですチャールズ・ダーウィンよりも数年前にシュライヒャーがインドヨーロッパ語族の系統樹を出しましたで、えー、現在でもまだ議論がありますけれども現在は1950年代にアメリカの言語学者スワデシュというのが提案した100基礎合意200基礎合意、まあ、いわゆるコンサブノーコーディングスイーケースみたいなものですね父親とかあるいは1,2,3数字とか あるいは、えー、と月ととかか太陽とかみんなが普通にどの世界中のどの文化でも普通に使う単語それだけを調べるということが一般的でそれはまさに同じ発想であります。さて、えー、系統中のコンンクションここに行きます、えー、ここはかなり皆、ね、川先生の話と若干重なるので、えー、私はまあこのうちの一部だけをお話しいたします。で距離行列距離行列はも皆さんご存知ですね。 でこれはですね実は1から1と678はファンクショナルマウスの P53 というもともとヒでがん抑制遺伝子として知られている遺伝子のオーソログでそれのファンクショナルジーンですいくつかムスムスクルスとかムスなんとかと言われますれから2345はこれはマウスの P53 の修道ンですそ9番がラット10番がヒューマンでそれでこれ距離行列 いわゆる下三角形ですね。ローワートライアングル、英語ではローワー、ロー、下ですね、ローワートライアングル。ディスさん、マトリックスと言います。数学的にはマトリックスはもちろん、この長方形なんですけれども。我々は全部同じものを使いますから。長方形じゃなくて正方形のマトリックスですね。しかも、自分自身の距離はゼロ。で、普通はこのゼロは数字は入れない、ハイフンで出す。そして、え、下三角。まあ、こういう下三角と上三角ありますが。まあ。あの。 私は下三角が好きなんで使ってますが対象ですね距離1と2の距離と21の距離は同じまあ当たり前と思われるかもしれませんが一応そういうことになっています。でここの今のお示しした距離行列ですねこの距離行列から何も計算しないで期待される系統樹というのをデータから推定します。人ここれれは霊長類類ででですすからアウトトグループですねラットこれも同じゲの中で 近いとはいえ、他は全部マウスなので、これも第2のアウトグループ。そしてマウスですけれども、修道人とファンクショナルジーンがあるので、ある時におそらく一度遺伝子重複をして、そこからこう広がってきたんだろうということがまあ予想されます。まだ予想だけ。で、ここの種の系統関係はもあっております。プラティスリックス、レガーダ、スペシリガス、カスタネオス、ドメスティクス。こ,この2つは亜種です。で、この点々点点のデータがない。で、こちらは ドメスティカス・カスタネウスという亜種スペシリガス・レガーダでプラテスリックスの修道寺はないこういうふうなことが期待されますでこの期待される系統樹が本当に距離行列が出てくるんじゃないか出てくるだろうかまず UPGMA これは進化速度が一定を仮定した分子分子時計を仮定したもう一番古い方法ですが我々もサイトネイの近隣結合法の 論文でケチョンケチョンに悪口を言いましたでもすいませんこれいい方法です。はい、というのはいや本当は知ってたんだけどまあ論文書く時きはしょうがないですよね仮想的皆さんそうですよ論文を書く時にはあのよく「ネイチャー」とか出るのは大体そうですよあの英語ではですねス「ストレイマン」「ストレイマン」じゃない麦わらって「ストローマン」「ストローマン」つまり「かかし」。 本当は敵じゃないけどあれが敵だとストローマンというのをでっち上げて例えば経済時でも、えー、これはまだ覚えてますけどあの古代 DNA の最初の論文日口エタールの,あのクワッガクワッガっていうのは後ろ後ろ半分の島が消えている馬とシマウマの,その似たようなものですがその時に論文読むイントラクションを読んでいただくとクワッガは。 馬に近いといいとう人もいるし島湾に近いとい,いろんなことがあるって書いてありますがそんな見たら大体島湾に近いに決まってますよまあそういうことなんで彼らは面白くするためにそういう昔の,あのまあどうでもいいような分類学者の説を出してきて要するにストローマンですそういうふうにやってましたそっちのはみんなへえ」知らない人は「へえ」なんか大問題なんだ古代 DNA で分かったんだとそういうふうに見せるやっぱりあのこうアラン・ウィルソンはやっぱりそういうの上手でしたね。それはともかく これはファンクショナルはは進化速度が小さいのでうまくまとまりまくとりすこれは正しいところが中度人これは進化速度が大きいのでうまくまとまりませんこちらは間違った、えー、となってますこれ。こんなふうに2回こう遺伝,遺伝子証拠があればいいんですけどそれでもここの中の系統関係とずれてますこれは間違っていることがわかります。で我々の近隣結合ですが、えー、1987年に論文が出ました。 ね、32年もう経ちましたけれどもちょっとお恥ずかしいいつも自慢しちゃうんですが、えー、去年の2月6日に 5, 5万引用を Google スカラーで超えましたそれで去年6月には皆川先生も来ていただいて三島でささやかなシンポジュもしましたで、えー、これは去年のなんか忘れちゃったどっか中国に行った時にやったらなんとお 半年ほどで2000増えちゃったという話ですがでそれからさらに1年ほど経った時にはもう5万5,000になっちゃって昨日なんと1日しましたよ 55, 55 5万5555という5が5つつながるという珍しいで次はまあ 66, 66 6万6666ですけどまあそれはいつになるか分かりません。ということでなぜかみんな引用してくれてますが大事なのは組み合わせ爆発コンビナトリア・エクスプロージョンを抑え込むということですこれは重要です。 それはどうやるかというとまず全ての系統樹は最終的にはこの1個のイン,テインターナルノード X から全ての OTU オペレーショナルタクスユニットが出てくるシークエンスが出てくるこのような系統樹なのでここからいこうとこれは出発点。で皮肉なことに皮肉ではないけどこれはもう皆川先生もご存じですけれども当時1985年にブースラップ法がフェルゼンシュタインによって導入されました。 ブースラップ法そのものはエフロンというアメリカの統計学者が提案したんですがもう1970年代に提案したんですがフェルゼンシュタインは非常にこう知識の広い方でそれを取ってきて系統順に応用したそれが1985年の論文ですでそれを見てその時私はヒューストンにいたのでネイ先生がランチタイムにこのブースラップ法はナルモデルが考え書いてない帰無仮説ナルモデル。 で君かつて何かというと、ン,ンスはこれだ、マルティファーケーティングだとおっしゃったんです。で僕は、ええ、面白いなと思って。あ、そうか、ここから出発すれば、ロジカルだと思って。えー、最初は。二。二。例えば。ここは二とその他ですが。五とその他とか、いくらでもありますよ、二つに分断する。ところが、二つに分断するのは、もうすでに。組み合わせ爆発になります。これは二の N. 乗のオーダー。二の N. 乗って言うと、大したことないと思うでしょ。でも、さっき見たように2。二、四、八、十六。 バーっとときますすからある数学者は2の N 乗なんて無限と同じですよとおっしゃいましたしたがってそれはダメしたがって今度は2とその他あまり変わらないじゃないかと思われるかもしれませんが2とその他だと n から2を取るので nc2 ですからファクトリアルありますけれどもあ違う違うこれは n の事乗のオーダーですね。N×N-1÷2 の可能性しかないのでこれは n が100万までいくとちょっと厳しくなるけど n が1,000でも100万のオーダーです。 そんなな大したことないです100万なんて今のパソコンでパーッと計算できますからね。ということで組み合わせ爆発を抑えつけているという重要な点がありますですから現在でも近隣結合法が広く使われているのはそのような組み合わせ爆発コンビナントリアルエクスプロージョンを押さえつけている2の n 乗 n の事乗、2の n 乗じゃなくて l の次乗の方でやっているというのが大事であります。であとはまあ,あのこのような式があってでこういうふうになって結局。 8つだとととわずか6回のステッッッップでパッパッパッと決まるとでしかも枝の長さも同時に決まっていくというので最後にあっという間に全ての系統樹が分かるという優れた方法でありますところが先ほどの P53 のデータに筋肉結合をやると間違ってま,すまずシュード陣の方はですね進化速度が速いのでこれはうまくいくでブースラップも高いところがファンクショナル。 UPGMA でうまくいったのにこれがまとまらないまあブースラップが低いのでこれはどうも違うらしいってこというのは分かるけどじゃあ何が正しいかというと分からないこういう問題があります私は20年間苦しめられましたで結局たどり着いたのがグローバルサーチはダメだノングローバルサーチでないといけないということでこれはダーウィンのチャールズ・ダーウィンの「あのオリジナル・スピーシーズ」のチャプター4の最後の部分ですけれども、まあ、美しい文章です。 ノングローバルサーチとは直接関係ありませんが言いたかったのは「トリオ・ブライフ」彼はもうすでに「トリオ・ブライフ」という言葉を使っております。で木はですね木は一つの生命体ですからなんかグローバルサーチいいじゃないかと思われるかもしれませんが系統樹を考えてくださいこれは摂水動物の系統樹ですが人とチンパンジーが分かれるときに人とマウスえー、っと人とマウスか哺乳類の方で 1, 1億年の進化が起こったときに 我々の哺乳類の進化と魚類の進化と全然独立ですよね。関係ない影響全くしません。ホリゾンタルジントラスバーも,はもうまず考えられない。そうしたらところが我々は常にこれ全体の配列を使って最尤推定をやったり、まあ最尤導尤導,導を計算したり、あるいはなんか数を数えたり、まあ金利決算も一緒のグローバルサーチ的なところがあります。それは間違っている。つまり進化というのはみんな各枝で勝手に進化してますから。 グローーバルサーチはダメだととということにやっと気がつきました,したがってノングローバルそんなできるのか。ということでようやくたどり着いたのがでありますでこれは一つ弱点というか制限がありまして近似的に進化速度が一定の場合つまり分子時計が近似的に成り立つ場合つまり u p g m a 的でも u p g m a よりは良いというそういうものを作りました。 したがってこれは非常に UPGMA 的です。まず2つのペアで一番の最小の距離を探すこれまさに UPGM と同じです一番近い距離のペアを探すで UPGM の場合は探したら OK それがもう金利ネイバーズだと言って次に行きますところがここはちょっと待ったとこれは分かりませんよということでそれをキャンディデートとして考えますでどうするかというとこれのこの i と j の片方の i と2番目3番目に近い I I X I, Y というのを選んできてそして ijxy と4つのシークエンスがありますからこれはもうブーネマンの1970年の4ポイントメトリックもう古い方法ですそれを使いなさいと非常に単純です。でこういうことです。4ポイントメトリックっていうのは4つしか入れずないときには距離行列の場合にこの距離と1と2の距離3と4の距離っていうのはここを通過しないので12の距離1と2の距離3と4の距離ここを通過しますね。 1> 1と3 2とこここれもここを通過しますねですからこれが正しければ12の距離と34の距離の合計はこのこ,こを通過した24と13あるいは14と23よりは小さいですここがここないですかこれが非常にシンプルだけど美しいブーネーマンの原理ですでこれを使いましょうと非常に美しいですからねそうするとまずサイクル1グローバルミニマン 探すと2と3これマウスの中の2つですけどこれは0.003で一番小さい OK! で2からもう添え字の2の小さい二2に1回受け取って2位からあとどこが2番目3番目に近い2と3が一番近いですからそうすると4と6だった。したがって2と323と4624と三4二六と三七という3つの可能性があるのでで合計してやってやると結局これが一番小さい。って2 3 2、3、4、6がそれぞれペアになってこのアンルーティンドトリーが選ばれる。従って2、3、2と3がネイバーということは OK。ネイバーで計算して。従って今度は平均はもうしない。平均してると時間がかかる。それだけで時間がかかる。もう,もうやーめたというので2だけ残す。それでいきます。なるべく計算をしない。そうすると次に。 この中で1つ減りましたもう3がないですね3がなくて見ると一番小さいのはここです0.0094これがグローバルミニマムで同じようにでミニマムになりましたでネイバーズ OK1、OK、と6がな,なんだ UQGM と何も変わらないじゃないかところが今度はここですね1と70.0125がグローバルミニマムでそして2番目3番目が選ばれてやると今度は1と7が選ばれたのに1748というこれがペアがミニマムならないこちらです つまりこれは UPGMA ではもうクラスターするんだけどこの新しい方ではダメということで n o t n e i ー。e r したがってもう1と7はもうダメということで別のを探しなさいとそれでもう簡単ですじゃあここはもう使っちゃいけないのでこのこれ以外のグローバルミニマムを探すとこれです0.02210.0125二て確かに大きいですねでここを探してやるとめでたくミニマムになって2と4が n e i ー e r ということで 4を削ってということで最終的に第7サイクルで1 4 9 10が残ってで、えー、完全に終わりますこれは全て実は私まだプログラムしておりません今ようやく Python 勉強してまして Python で今宿泊しておりますがなんとポケットコンピューターでできるつまり手計算でできるんですよ。近隣結合法ですら手計算は難しい。まあ、UPGMA でもですねあの平均したりするからちょっと難しい。 これは平均もしない手計算でできるんです,すごいでしょ。そして生まれた系統樹がまさに期待される系統樹の一つと一致しましたすなわちファンクショナル人ンがまとまるそれはそうですよね近いのから当然とこっちも UPGMA と違ってこちらも修道人ンもちゃんとまとまりましたということで万々歳であります。じゃあ他の方法はどうか修道あの採用とかあるじゃないかこれは当時 1997年に論文を出したんですが「モレュラ・ファイロジェネティック・ファイロジェネティッエボリューション」ですがまずパーシモニーの方法を使いますと当時は私はまだえとなんだっけスオフォードの作ったな何て言いましたっけパウ,プパウプを使ってましたパウプをのの熱心に使ってましたもう今全然使えませんけどあんなダメですそうすると1から8までの系統樹、これはネウィックフォーマットで書いてありますがイーコーリー・パーシモニー全部同じ 延期値関数が必要であるもうこれは1から8は全部同じで区別できない。でそれ以外はもっと1個多いとかそれ以上サフィティティース一緒が多いレスパースモニアス。ここだけ。でこれは1 0だから全部調べてはないまあ10だと全部ちょっと覚えてません。でじゃあ来竜はどうかこれはファイルリップパッケージを当時使いました。そうしますとこれこれの 八つのイーコーリーパーシモニアンスの中の四番。これが。モースライクリーなものになし、なりました。で、ほが少し低い。じゃ、近隣結合はどれかって、あれ間違っているんです。これです。だから。えー、この六番のトリーっていうのは、ライクリフどうだった。こちらよりもちょっと低い。じゃ、これがいいんじゃないかと、生物がいいんじゃないかというと、そうじゃないんですね。生物学的に。一回の遺伝子重複で。シュードジンとファンクショナルジンが出てくるのは。トゥリイレブンとトリーフォーティーンです。これだけ。 でこれはサブパーシモニアスだしライクリフッドも一番いいのを比べるとマイナス8.99も点九九も低いしそれから、えー、ということです。であとミニマムエボリューションメソッドこれはリスキーネイのところのとかダウンロードしてやったこれは12番また別のそれからネイバーネットネイバーネットすら、えー、短い枝を無視して系統上と考えると13番また違う。UPGMA15 番そしてなんとスイフトネイバージョイン。 これだけが、この二つの、生物学的に期待される。系統樹の片方になったわけです。まあ、これは正しいとは言ってませんよ。でも、まあ、あの、他の方法とは明らかに違う。ってことがわかりました。さて、もう一つ、あの、先ほどのセカンドエディションで、エクサーナルエッジエリミネーションというのを提唱しました。これもですね。これ、頭いい人ですね。ザーキック。私、何度かお会いしたことはありますけれども。ロシア人で、実は。 彼はロシア語でで論文を書いたんですよ1977年だから僕は知らなかったフェルゼンシュタインがあ,あそこにありますけれども外にインファーリング・ファイロジェニーっていうのを2004年に教科書を出してでそれを僕が読んでたらえっ僕が作った方法と同じじゃないっていうのが見つけました。というのは私は1998年にシミュニターナス・シーケンス・ジョーニングっていうことで、えー、アルゴリズムを完成させてました簡単な方法です。とこころがこれはですねあの もうアブスラクトク見ても分かっちゃうんです、ね、頭の人は、えー、メディアンジョイニングとか作ったハンブルク大学の駄目だなもう最近名前出てこないな、まあ、数学者にですが彼がねこんなのくだらない簡単すぎるって批判されましたそれで私は嫌になっちゃって論文書かなかったそれ簡単すぎるからきっと誰かも作ってるだろうと思ったら案の定さーキックが1977年やったんですが、まあ、それはともかくこれはですね要するに簡単です。シングルとも 削るシングルトンは皆さんご存知ですよね末端のある特定の配列だけにが違っていて例えばアデニ AA 他は全部アデニンでその配列だけはグアニン AAAAGAA これがシングルトンでそうするとそれはまあ当然まず間違いなくその末端の枝で突然変異が起こったつまり何か分かんないけど他の系統上分かんないけど末端ここだけグアニン あとはここの系統か分かんないけどあとはみんなアデニンだこういうことですそうしますとおそらくこのアンセダノードのどっかはアデニンでアデニンからグアニンに突然が起こったんだ、まあ、そういうふうにか考えますねしたがってこれをシングルトンと言いますシン,グルトンでシングルトンはみんなよく削りますでシングルトンを削ったら中のいくつかはこうなるのでまあそれで えー、いろんなことが言えるっていうそういう方法なんですがそれの距離行列版を考えたわけですでいろいろこれも僕ドキドキしたんですが一応今のところあのどこもないのでも誰かが考えるかもしれないから私は雑誌に出すすためにはいろんんなな必要なんですよもちろんプログラムを作らなくちゃいけないし、まあ、作りましたけどねシミュレーションしろとかいろいろ言われるうるさいだからもうレビューアーが必要ない私の教科書に出しました。教科書は誰もチェックしないから <laughs> とということで、えー、もう出してしまいましてまず一つの OTU オペレーションタクミニクつをとにかくつ取りますこれアービトラリーどれでもいいんですこれすごいしょどれでもいい一つまあ最終的には全部やるんですけどそしてここが大事チューズ L スモーレスト OTU つまりグローバルサーチをやめたんでその一つをアービトラリーでやったから距離が近いものだけを L 個まあ非常に L 例えば N が100万 100万配列あったらそのうちのそれこそ10とか100とか非常に少ないものだけ選んでその中でエクサーナルエッジレングスっていうのを計算するでその中のミニマムなものを選んでそれが本当のエクサーナルエッジレングスだとするでそれを削るということをやる、まあ、実際に具体的な図を見せた方が分かりやすいと思いますのでまず大事なのは我々フィッチ・オペレーションと呼んでますがこれはフィッチ・マルゴリア手法で 1967年に論文が発表されたこの3つの距離からこれですね dijikjk3 つの距離のからこの枝の長さを計算するまあ非常に単純ですこれですねこの式これを使いますそれで枝の長さをはこれで計算できます3つある場合ですね3つしかやりませんでえまあ例としてこの斎藤姉が使ったこの距離行列を使うこれ非常にあの意地悪な 距離行ですわざと以上ですと UPGMA が決してうまくできないようにちゃんと細工してありますさてそうすると、えー、1を今アービターにとって1とその他のその他じゃないその一番、えー、アンセサロ濃度の距離は全てこれだけあります3つ組みですかで、そうすると、まあ、いろんな距離が出てきますが一番小さいのは5ですで5が正しいそれは何のことを言っているかというと あそう図を出さないといけないいいとけ失礼こここですねこれも斎藤寧の論文館ここここまさに5です。でなんでえこれでいいかというともしもねネイバーズ1と2を選ばない1と2が3つのうちで選ばななかったから例えば1と3と4を選んで3つ組みですが選んで1一からの距離を書くとここが真ん中ですね341ですからここではなくてここまで伸びる。したがってすで7 の距離になります実際にこのここに7いくつか出てきますねそれはそういうことです。であと8とか12とか11とかいうのは結局こことかこことかここにいくとただ1と5と6は1の距離は 2+2+1+2+5 ということで長くなります。まあ、そういういことでありますしたがってミニマムがいいというのは直感的におかりと思います。 でこれを各 OTU でやって全部推定します。これはパーシモニーの方法でいうシングルトーンをエリメイトすると同じことです。でエリミトそうすると1と2の距離っていうのは全部1と2は7ですね距離が。で7から5を引きて7から2を引くと結局0。つまり近隣ネイバーズだと新しい距離が0 0ロゼロもう3つパッと0 0ロとなります。しいまして こうなって、そして新しい距離行列はなんとこれだけ非常にちっちゃくなります。五六七八一二が合体しますから、でここに同じくまた同じオペレーションをしますとこういうふうになります。したがってもう二回のオペレーションで、えー、結局答えが出てくるというこれですね。これは最後。最後はもう三つ一二と三五六と七八で四だけがポツと残ってこの三つでゼロ一二となっておしまい。 ととといいううこでであっという間に計算ができますでもう少し複雑な場合ですと例えばこういうの明らかにモリキュラクロックが成り立ってないものに関しましてもこんなふうにローカルにここだけやっ,てやった時に25番をたまたま選んで一番端っこですから選ぶとちゃんと3という長さが計算できます。それは確認しておりますでこういうふういふにで,す、ね、3とでここはもうちょっと長くてしかもこれは近隣がいません。 1>, 1の金輪はこれ全体ですからこの場合でも正しい値をこんなふうに一番小さいのを見ていただくと14ですね14が一番小さいということで計算できます。ということでえ私はちょっともう自分でプログラミングする時間がなかったのでプログラミングもできる秘書の人に私の秘書もともとプログラミングできるもうフォートランも C もパールもできるという人にお願いして作りました。そしてえ これはディック・ハドソンというコアレッセンス・テオリー合奏理論を独自,独自に論文を発表した3人のうちの1人です。1人は1982年のジョン・キングマンこの前木村元メモリアプライズを受賞されましたけれども1982年1年遅れですけれどもディック・ハドソンと当時ヒューストンにおられた田島文夫さんこの3人がコアレッセンス・テオリーの論文を独自に出したんですが。 そのハドソンが後に MS という非常に優れたシミュレーションプログラムを公開しましたでこれをダウンロードして使ったんですが前にハドソンに「ったこれ MS って何の略?」聞いたら「皆さん知ってます ?MS の略メイクサンプル」Make sample とおっしゃってましたつまりシミュレーションですからそういうンジニナノジーを一つのサンプルと考えてそれを作るシミュレーターですねおなるほど MS か、まあ、それはともかく1,000配列2,000配列 3000ハイレスというのを作りました、まああんまり時間なかった1個だけですけれどもそうすると MS でもですね3,000配列の系統値を作るのは90秒かかりました結構時間がかかるこれは30秒これは1秒になるやっぱりコミナトリーエクスプロージョンがここでもありますけどまあ大したことないそれで次が大変です距離行列の計算これは私のところであの白書を取って今東海大学理学部にいるキリル・クリコフにえ非常に早い あのソースコードをもらいまして計算しましたそれでも11秒119秒424秒かかりましただって3000だと、えー、事情のオーダーですか 3000×3000900、えー、万900万の半分450万の膨大な距離行列ペアワイズが必要ですだからこれ時間あるこれは確かに距離行列を全体が批判されるところでありますこれはいずれ考えないといけないまあ簡単な 答えは全部距離を計算しないというのが将来的にはありますが、まあ、それともかくさてさて UPGM 一応距離行列法では一番速いと考えられております2秒速いですね13秒43秒、まあ、確かに速い距離行列を計算するよりもあの動値をやる方が速いところがあれ新しい方戦のエイジエリミネーション今紹介したものは、えー、1秒2秒5秒すごいでしょ圧倒的ですですから 今後はこの方法が天下を取ると思っているんですが残念ながら、えー、まだちょっといろいろ問題ありまして理想的な場合はいいです。ということであと15分ですけれどもあとはですね、えー、我々がやっているヤポネシアゲルムのことをちょっとお話しさせていただきます簡単にあの仮説だけ、えー、日本列島ヤポネシアに人が来たのは、えー、もう少なくとも4万年前なんですけれども。 このいろんなところからやってきてで縄文時代の中期までそして縄文時代の交番期4,500年前から3,000年前わずか1,500年ですがここに謎の人々がやってきて海の民と言ってますががやってきたとそして最後に弥生時代に入って水田稲作が北九州の方に広がってそれで広がっていたつまり3段階のトライセスというのを我々は提案しております。でこれをゲノムから調べようということで今いろいろやっているところであります。 これは1枚だけで,でえあとは私宣伝ですがこれはセカンドエディションですねでこれはあの今度数年前にシュプリンガーからジャパンから頼まれて「エボリュショナースタディーズ」というシリーズを始めましたそれの第1巻がこれです。第2巻がちょっとまだ出てないんで他の人に申し訳ないんですがでこういうのがありますのでま,あまだ皆さんお若いからあれですけどもいずれまあ皆さんにもお願いしてるんですが英語でなんか何を書いても OK だから。 出してよというふうに皆さんにお願いしています。この二巻が出た後は次はですね、木村元先生が1988年に岩波新書で出されたまあ読んだ方はいらっしゃるかもしれませんが、生物進化を考えるという日本語の岩波新書ありますそれを英訳してここに載せる予定です。もうシュプリンガーと岩波の間の契約が大体積んでますので来年には出ます。まあそういうことで、それからこれは先ほどお話した。 三段階トライ説に基づいて、えー、一昨年出しました。日本えー、核 D. N. A. 解析でたどる、日本人の源流です。えー、それから、まあ、これはですね、これは売れました。これ全然売れてない。歴史的宣言、これ2016年出したんですが、まあ、ちょっと難しすぎたかもしれませんが。えー、ここでは最後に、ちょっとお話しする。えー、沖縄に、国立の自然博物館を作ろうという。ことも書いてあります。それから、全然関係ないかもしれませんが。が梅沢忠夫さんの。 ことについても論じております。あるからこれは最初に三段階トライセスを発表した、えー、岩波ジュニア新書日本列島字の歴史。これはファーストでしょ。これは廊下にあります。それから、えー、これは三、え、浦、ー、先生にも編集になっていただいた新化学辞典。懐かしいですね。2012年協力、えー、出版のところで缶詰になって三浦先生と二人で。あとはみんな書いてあって我々だけがあとは残っている。一生懸命やってその時にツイッターのやり方を教えていただいて私は2012年からツイッターを始めました。 それから2011年、これはダーウィンは1809年に生まれたので、2009年は200周年で世界中でいろんなのがあって、でこのち筑摩新書の方からも2009年に出してくれるというのはとってもさ無理で2011年に出ました。まあ遅れたってこともあってこれもほとんど売れなくて、これも消えていきました。まああのエレクトリックにはまだ見れます。それから興味がおありの方は私に連絡ください。私はまだ あの紙で配管になったので紙紙で紙としてなくなっちゃうのは嫌で100冊購入しました。また数十冊残っておりますので、まあ読んで紙で読んでみたい方はご連絡いただければ差し上げます。だからこれは自然淘汰論から中心進化論。これはえではこれも売れませんでした。これはまあ今でも売れてますが、まあこういう本を出しております。みなか先生ほどじゃないですが一応出しております。そして先ほどの沖縄に。 国立の自然博物館を作ろうという動きがありましてこれはウェブサイトですがもう一般社団法人を作りました設立準備委員会で私もメンバーの一人ですで、沖縄県も頑張っておりましてこれは沖縄県が作ったパンフレットでウェブサイトもありますここここをクリックしていただくと沖縄県のサイトに来ましてこんなふうに国立自然博物館の誘致についてこのように出てますで、我々は まず雇用を確保したいだってひどいじゃないですかポスト属それから助教だってみんな人気性でしょ自然史っていうのは長いいろんな変化とかを調べないといけないからそれは当然テニュアジョブが必要ですよで、国立科学博物館はもちろん皆さんテニュアジョブですえ、私のところで白紙を取った神沢秀明さんが彼はラッキーなことにポストを経ずに私のところで博士を取ってすぐに国立科学博物館に就職してで もう何年か経ちますがもう手にはだからゆっくり腰を据えていろんなことができるですからそういうふうなポジションをたくさん作りたいということが我々の一つの願いです若い人へのジョブの提供それからもちろん自然博物館というのは東南アジアとか台湾とかそういうところに目を向けるそれも大事ですねそういう国際協力そして私自身は先ほどのこの全然読まれていないちょっと読んでほしいんですがこれは買ってくださいね あの自然史博物館についても議論しましたが博物館というのは単なるガーベージコレクションではない、えー、文明の中核にあるべきですからそれいいですよ上野に博物館があるけどやっぱりアメリカはすごいですよねあのスミソニアンとかもう首都のとこにボーンとありますああいう形でもう都心のど真ん中にあるですから私が狙うのは沖縄の那覇の 新都心のところにおもろ町にドーンとできてほしいんですけれども、まあ、それはどうなるかは分かりません大事なのは2022年沖縄が本土復帰50周年になりますのでそ,のそこのところを目指してあと3年しかいませんがそれを頑張っておりますで最後に、えー、もう名前言っちゃいますけれども来年の2月12日これはダーウィンの誕生日ですこの日に思って「アイ・ダーウィン」という雑誌を立ち上げます新新科学分野のししいグローバル雑誌を刊行ます。 で私が編集長でここにおられる皆川さんそれから今日か今日かないらっしゃる田村小次郎さんもメンバーですその他か葉山の佐田陽子さん東大の名誉教授の上田さんこの5人がコアメンバーで、えー、とにかくもう来年2月12日決めましたで、えー、お待ちくださいこれはちゃんとレビューしますけど作読しますけども、えー、まあ日本を日本から発信する国際的な雑誌を立ち上げます。 とということで私の話はおしまいにしましてちょっと時間ありますので質問を受け付けます。